ヤナのお仕事完全密着エピソード1。ここは内に向けた叫びか外に向けた叫びかどちらがいいですか？つまり相手をおもんばかるってことですよね。あー、なるほど。それでお願いします。はい、3の1、よーい、スタート。いつもそばにいてほしかった。ごめんね。スタート。オッケー、成功でした。いつもあなたのそばに明治果汁グミスマートパック。